でも配信さ寝ちまうよな、聞いてたらな。わかる、わからんでもない。私たまになんかアーカイブとかさ、結構私のこと話してくれてたよとかって教えてくれて、おマジと思って、じゃアーカイブ見ようと思って見てたらいつの間にか寝ちゃったとか全然あるもん。なんか誰かが近くで作業してる感で落ち着いて寝ちゃうのかもね。私結構人が作業してるのとか聞きながら寝ちゃうタイプだからさ、むしろ騒がしい方が寝れるまであるかもしれん。タイピングが好きな人とかワンチャン寝ちゃうんかもね。無音だと寝れなくなった。無音だと寝れないか。なんかね、私結構波ある。音聞いて寝たい日もあれば、めちゃめちゃ静かな環境で寝たい時もあったりして、めっちゃめんどくさいかも。ちょっと私と同棲したいよーって人はね、ちょ覚えておいてほしいんですけど。誰ですか？いないよって言ったの今。誰ですか？いや、いるわけって言ったの誰ですか？バレてますよー。